どういうタイミングだろうね。銀座グラフィックギャラリーで展示をさせてほしいっていうお願いをしてから、いろんな、プランが頭の中に、考えなくちゃいけないっていうのもあったんで、それで最初、本当に一番最初は、お花の 3D の、お花の表現のやつをメインに見せようと思ってたんですよね。それが北京で最初にそれを発表して、日本ではまだお見せする機会がなかったなとも思って、それが1階にバーッとあるイメージをしていたんですけれど、本当に決まってから、銀座グラフィックギャラリーで展示ができるっていうふうに決まってから、割とそのもうプランないかもなっていうふうに思って、それですぐ思いついたのが、オリスタジオさんと何かやりたいなっていうふうに思ったんですよね。その時点でその 3D のお花はあんまりもう候補には上がってなかったかな。それで西尾さんと一緒にも組みたいなと。西尾さんとはクリエーションギャラリー G8 の風呂敷の、展示の時の、僕がアートディレクションやってて、空間を西尾さんがやってくれて、それは僕が指名したわけじゃないんですけれども、でその時に、すごい柔らかい人だったし、もちろん会場も良かったんですけれども、すごい本当に人柄が良くて、いい空気の人だなっていうふうに思って。それでまた一緒にやれたらいいなっていうふうにも思ったりしていて、で実際事務所にも呼んだりとかして、ご飯食べたりとかして、なんかないですかねみたいな、一緒にできることないですかねみたいな話とかもしていて、引き続き探っていきますみたいな感じで、その時は特に進展はしてなかったんですけど、それで3G の話が決まって、すぐ西尾さんだっていうふうに思って。それで西尾さんに関わってもらう、オリスタジオと一緒に何か面白いことをやるっていうことを思いついて、スタートしていった感じですね。その時はまだどうなんだろう、タコでこういうふうにやろうっていうふうには明確には決まっていなかったかな。すごい動いてるんですけど、わざとですか？そうそうそう。あ、そうですか。違うよ。あそこにちょうど空調が強いところがあって結構 動くっていうのはすごくいいなとも思って、だいたいそのグラフィックのギャラリーで飾られてるのって当たり前だけど、その固定されているとか、自分で、本とかだったら自分で動かすことができるけど、こう常に何か動いてるっていうのは、映像とかはありえるかもしれないけど、モニター自体が動いてるってこともないので、そのグラフィックが揺れるっていうのもすごくいいなとも、それはタコ決まってからきっといいだろうなっていうふうに思って、で絶対夏だから空調効いてるし揺れるだろうなっていうふうにも思ってて、それは割と狙い通りかな。だから本当は扇風機真ん中に置こうかなとも思ってた 強制的に煽るっていうのもいいかなと思ったんだけど、上見て見る展示だからぶつかっちゃうからやめようかなと思って、はい、大きく分けると、そのシルクスクリーンで印刷したものと手書きで書いたものの2種類があって、しかも型はインドのメインの形、インドでも飛んでいる形を使ったひし形のサイズと、日本でも割と馴染みのある六角形の形は2種類、あと大小もあるけれども、大きく分けるとそんな感じなんですよね。タコの展示をしようっていうふうに思いついてから、いろいろネットで検索していって、インスタグラムとかで探っていったら、そのインドのタコを見つけて、めちゃくちゃかっこよかった。で形も見たことなかったし、みんながもうバンバン上げてて、これ今の時代にやってるのかなって思うくらい、みんな楽しんでるというか、スポーツのようにやってる感じがして、よかったんですよ。これが日常なんだっていうのも驚きだったし、形もユニークだったし、
造形的にはすごく綺麗で、あとその作ってる作業とか謎で、そういうのも全部インスタグラムで載ってたりとかして、すごくワクワクしちゃって、でカラフルだし、いろんな形もあるし、かなりグラフィックデザインだしっていうのもあって、 これだみたいな感じで、それでなんとかこう知人を介してインドの人が日本にいて、それでその会ったりとかしてカレー食べたりとかしてそれであのタコを送ってもらったり、その人の友達に手配してもらって日本に届けて、実物を届けてもらったりとかして、それで研究して、なるほどなるほどって言って、それで、まあ、あの独学で作ったっていう感じですね。絵描いてるときやっぱ飽きるんですぐ飽きちゃうんで、だから綺麗な線で描いてみようとか、あの基本的にか頭があって、手があって、手から足が入るっていうのは多分統一してると思うんですけれど、まあ、そう斜めにしてみたりとか、綺麗な線で描いてみたり、なんか枠にしてみたりとか、まあ、多少そう塗り方を変えてみたりとか、なるべくというか、もう飽きちゃうんで次なんかないかなって言って描き始めちゃいますね。やっぱ数って人を圧倒させられるん で自分もすごく満足するというか、小さい頃はやっぱ収集癖があったから、ビックリマン世代だけれども、ビックリマンをこう集めて分厚くなったりとか、バーッと並べてみることのなんかこう なんだろう高揚感、優越感じゃないけれども、そういうのはやっぱり未だにどっかにあるというか、だからトリミングもそうだし、いろんな写真で記録していってるのも、まあそういうところにつながってんのかなっていう、自分のそういう習性かな。でもなんかこういっぱい作っていくと、自分がこう何が許せて何が許せないのかみたいなものもいっぱいやることでこう見えてくるというか、こだわらなくちゃいけないポイントというか、譲れないポイントというか、あとはもうなんかほったらかすポイントだったりとかっていうのをなんか探るのも、それが好きなわけじゃないんだけども、なんかそういう確認をするのが、自分は一体どういうところに反応するのか、許せんのか許せれないのかっていうところの確認を常にしている感じかな、うん。2020年のそのコロナ禍の中で結構家にいる時間も増えちゃって、でこう会えなかったりとか、オンラインが始まってメインになり始めたりとか、なんだろう、アメリカでこう人種差別的なことも出てきたりとか、こう人が、まあ、大混乱とか、世界中が同時に大混乱っていう状況の中で、なんかまたそういう時に結構作りたくなっちゃうというか、何か衝動が生まれて、それであの小山台のフルスっていう、スペースで展示したのが、その地下にある折り紙の人の方のやつたちだったんですよね。でまあグラフィック好きだし、色も好きだから、紙も好きだし、そうちぎったりとかして、こうまあパソコンからちょっと離れてちぎることので生まれる、こうコントロールしつつ、コントロール完全にできないっていうところも楽しみながら裂いて人型を作っていって、でそれをまあ、何百体かちょっと忘れちゃいましたけれども、床にバーッと並べて展示して、でそこからなんか人型をがなんかしっくり来ていたのかな、なんか他にもいい形あるかもなとかも思いつつ、それで絵描き始めて、タコにも、タコに初めて絵描き始めたのかな。だから折り紙で作ったあの形状を手で描いてるっていう感じで、あのその感覚、紙を描いてるに等しい形状です。だから割と意図的にエラーっぽくなるようにはコントロールしつつやりました。やったのがメインかな。もちろん綺麗に線引いたのもありますけれども、そっちの影響がタコにも反映されてますね。
ちょっと明確には、でもなんかそういうのが結構多かったかな。誰が言ってこうなったとかっていうのがあんまり分からなかったというか、自然とそうなって必然だったような気もして、そういうことは僕の周りでは多いですね。なんかそうなっちゃったよね、で誰が、舞さんが言ったっけ、俺が言ったんだっけみたいな、分かんないみたいなそこはあんまりこう重要視してないのかもしれないですけれどもね。なるようになるっていう常に思ってるんで、まあ、信頼もしてたんで、それでまあその竹で、まあ、竹で作ってるし、そもそもその、タコの骨組みのところは竹で作ってるし、そういう空間があったらいいよなと。ただそのほんとこうカーブがかってるっていうのは そこまでは全然想像もしてなかったし、僕が出したアイデアでもないので、そこは西尾さんが確実に出してくださったアイデアで、カゴをこうひっくり返したような感じで天井に貼ると良くないですかっていうことだったと思うんですけど、めちゃくちゃいいですね。カーブのところがやっぱりいいかな。まあ、通常空間だとね、あの壁 と、天井と面でやるとは思うんですけれども、間のそのカーブのところがあるっていうのがとっても気に入ってますね。はい、最高です。